こんにちは、新海から道場の玉木です。那須川天心選手対武尊選手の予想です。はい、2022年の6月に試合予定ということで、私が、試合予測をしていきたいと思います。はい、契約体重が58キロ、前日計量で、大会当日4キロ戻しの62キロ契約時代ということで、那須川天心選手が、23歳、はい、45戦無敗の、サウスポーの選手です。はい、一方ですね、K1 史上初3階級王者、スーパーフェザー級の武尊選手30歳、はい、これはオーソドックスの選手ですね。はい、でまあ天心選手は、周りから言うと、ミドルレンジからロングレンジで戦う選手、一方ですね、武尊選手は、ショートレンジからショートレンジ対ロングレンジから、ミドルレンジからロングレンジの場合の戦い方になると思うんですよ。で当然、勝敗の行方っていうのは、ラウンド数ともう一つ、当日の体調と運ですね。はい、この3つじゃないでしょうかね。はい、接近戦だったら、武尊選手、ロングレンジ、ショート、ロングレンジから、ミドルレンジの場合で戦えれば、天心選手が有利です。はい、当日どういうふうに戦えるかわからないですけど、自分の周りに持ち込めた選手が、勝ちです。はい、どうなるかはこれは運と当日の体調なんで、これは何とも言えないです。試合の実力としては5分と5分です。はい、私の予想は、以上です。はい、当日を楽しみにしているので、お互い、精一杯頑張ってください。はい、その後、天心選手はボクシングに転向ということで、武尊選手は引退ということなんで、これが最後の試合じゃないでしょうか。日本中が楽しみにしている試合なので、ファイトマネーは過去最高額を出そうな感じのことを言うてるんで、その辺もすごい楽しみにしてます。はい、今回は以上です。私のあくまでも予想なんで、頑張ってください。以上です。バイチャー。